皆さんこんにちは、完熟練習の池田玲奈です。今回はだいたいいつもそうなんですけど、モーニングルーティーン余裕がない日バージョンをお届けしたいと思います。まずは秒速でコンタクトを入れていきます。以前挙げたモーニングルーティーンを見ていただいた方は分かると思うんですけど、あれはすごく余裕がある日で、だいたいいつもこれですね。歯を磨いて顔を洗っていきます。なぜか顔を洗うシーンがすごい短いんですけど、水で洗顔をしています。そしてヒアルロン酸の化粧水を塗っていますね。なんかこういう出かける前の準備的な動画撮ると毎回終わり方が急すぎて本当に編集に困るのやめてほしいんですけど、今回もそうなります。あらかじめ言っておきます、すみません。やることなさすぎて編集したら1分半ちょいぐらいの動画になってしまって、すみません本当に。まさか髪の毛は寝癖を直して軽く内巻きにします。横髪も軽くチルンと巻きます。本当に不器用なもんでヘアオイルを少しつけすぎたので、リスフリーのパウダーを塗ります。そして私が本当に美味しくて愛用している愛めちゃくちゃ美味しいこのプロテインを飲んでいきます。この日はミルクアーモンドみたいなチョコみたいな味でした。私にとってプロテイン飲む時間は至福のひとときですね。そしたらもうあとは着替えて出るだけです。本当に何も内容がなくて申し訳ないです。なんか編集してたらマスク結ぶの慣れてて面白かったです。私この時なんでこんな顔したのか全く覚えてないんですけど、まあ焦ってるみたいなのでここら辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。オーバーしちゃった。バイバイ。